NPO 消費者市民ネット21の活動紹介をします。消費者の保護、ジェンダー平等の推進と子どもの人権問題の意識啓発、環境保護活動、多様性を重視するダイバーシティの推進を目的とし、水戸市消費生活センターの運営、フェアトレード商品の展示販売、エシカル商品の推進などの活動をしています。最終的に SDGs の誰一人取り残さない社会、公正で持続可能な社会の形成に参画する消費者市民社会の構築を目指しています。具体的な活動を紹介します。主な活動は水戸市消費生活センターの運営です。市役所の2階で消費生活相談事業を行っています。他に消費者教育啓発活動、外部の講師を招き消費者教育講演、消費者市民大学大学院の講座を開設しています。また弁護士、建築士などの専門家を招いての相談事業もしております。消費生活センターでは生き生き出前講座を行っています。内容は消費者トラブル、環境教育、エシカル消費、金銭教育、フェアトレード、食品ロスなどのテーマで行い、消費者市民社会の形成や SDGs の推進を行っています。消費者教育を行う対象は、4つのライフステージや場に応じて異なります。小学校、中学校、高校、大学、家庭、地域、職域など地域社会、いろいろな団体や対象の要望に応じて出前講座を行っています。ニュースレターを発行しています。2017年から今までに13号発行しています。この号は昨年の総会の様子や消費者月間の市民の集いの時に市役所1階で豊かな未来のパネル展示をした時の様子です。ノーベル賞を受賞したもったいない提唱者ワンガリマータイさん、ゴム削減の 4R などのパネル展示をして約330人に見ていただきました。消費者庁の全国テーマ豊かな未来へ、もったいないから考えようを推進しました。平成29年から3年間水戸市環境フェアに出展し、エシカル消費の啓発資料展示やさまざまなフェアトレード商品の販売、エシカル消費認知度クイズを行いました。昨年今年とイベントは実施されませんでしたので、この写真は2019年の時のものです。全体で一番高い認知はエコ、次いで地産地消、被災地支援でした。フェアトレードが最も低く 10.4%、 特に男子は 7.9% と低いのが残念でした。エシカル消費を推進する意義が見つかったデータでした。水戸市役所でフェアトレード商品の販売や啓発活動をしています。今年で3年目になります。フェアトレードやエシカル消費についてのパネル展示、無農薬有機栽培のチョコレート、コーヒー、紅茶、胡椒、カレー類やレトルトカレー、オーガニックコットンのハンカチ、ネパールのバッグや小物などを販売しております。昨年度は常盤大学の尾関ゼミと一緒にやりました。水戸市役所1階で行った今年度の消費者啓発活動のチラシです。初めてチラシを作成し広報活動をしました。フェアトレードのパネル展示と商品の販売内容と、フェアトレードやエシカル消費の説明も入れました。昨年度からフェアトレード商品の販売時に、商品を誰が、どこで、どのように製造しているかが分かるように、カードを作成したり、説明をしたりしています。オーガニックコットンハンドタオルは、綿花畑で大量の農薬や薬品が使われ、インドの綿花畑では14歳以下の子どもたち約20万人が働き、多くの人が病気になっている現状を伝えることで、
オーガニックコットンを使う意味が分かるようにしました。このタオルはこの花畑を綿花畑を所有している会社のものです。コーヒーは無農薬化学肥料を使わず自家製堆肥で栽培しているブラジルのコーヒーで、ブラジルカップオブエクセレンスで1位入賞している品質の良さも紹介しています。チョコレートはフェアトレード認証のドミニカ共和国のカカオ、マダガスカルのバニラ、コスタリカの黒糖などを使い、乳化剤や人工香料を使わない昔ながらの製法で作られており、ハンディキャップを持ったスタディオクーカとのコラボで夢のある楽しいパッケージです。紅茶はオーガニックフェアトレード認証のスリランカグリーンフィールドサイエンのアールグレイティーで、生物多様性、森林の再生など環境に配慮したお茶です。このサイエンは還元金で子どもの教育やコミュニティ開発を支援しています。このようにカードを添えることにより作り手の思いが伝わってくるようにしました。消費者啓発活動の目標の一つは、2015年に国連総会で日本を含む193カ国で採択した世界共通目標、誰一人取り残さない世界を作ろうという持続可能な開発目標 SDGs の推進目標の10には作る責任、使う責任です。 SDGs の意義や私たちができることは何だろうかと皆さんと一緒に考えています。国連児童基金ユニセフ、国際労働機関 ILO の2020年報告から作成したものです。2000年から2020年までの児童労働、危険労働の推移です。2016年までは減少していますが、2020年コロナ禍で1億6000万人に過去4年間で840万人増えてしまいました。義務教育機関の子どもが労働に携わっています。同時に教育も受けておりません。講演会やシンポジウムも創立以来毎年行っています。チラシを作成し、水戸文化交流プラザで男女平等月間と水戸市と共催で開催しています。タイトルを紹介します。2017年から19年までは、21世紀の家族像、家族はどう変わってきたか、家族の変化と LGBT 多様化する家族像、2019年はまちづくりのセンターに立つは女性、2020年は私たちの暮らしと SDGs、 貧困から考える女性の働き方、2021年は社会を変えた RGBTと上野千鶴子さんからの贈り物などのテーマで行いました。消費者教育啓発活動の一つである学校における消費者教育を紹介します。活動の初期には、貧困や児童労働をなくすために生まれたフェアトレード認証製品を買おう、物やサービスを購入するときの価値基準、エシカル消費の考え方を広めようでした。今年度、子どもたちも学校で SDGs を学び始めてきたので、積極的に私たちの暮らしと、SDGs のつながりを考えよう、できることは何かを考えようを加えて講演や出前授業をしています。キーワードとして、今世界で使われている3つの言葉を関係づけて考えていくことが大切だと思います。学校では学級や子どもの要望を取り入れた授業をしています。その一つが、私たちは世界とつながっています。チョコレート、T シャツ、サッカーボールの秘密です。2020年の ILO ユニセフのデータでは、世界には児童労働者が1億6000万人います。そこで具体的に児童労働つながる商品、チョコレート、T シャツ、サッカーボールを誰がどこでどのように作っているかについて、資料をもとに一緒に考えて、日常の買い物から
見えてくる真実を学んでいます。ガーナのカカオ園で働くコフィー君、世界第一と第二のカカオ生産国であるコートジボワールとガーナだけでも危険な労働を余儀なくされる18歳未満の児童労働者は156万人います。その中の一人です。インドの綿花畑で5歳から働いているシャンティさん、インドのコットンの種子農場において労働者の約 25% が14歳以下の20万人の子どもたちの一人です。サッカーボールの工場で働くソニアさんは7歳で失明して1個仕上げて15円の賃金のために働いています。これらの子どもの日常を動画や写真、当事者の声を知ることによって自分たちができることを考えています。この子どもたちは朝から働いています。そして学校には行っていません。1億6000万人いる児童労働者のそれぞれの一人です。この児童労働者をなくそうと生まれた運動がフェアトレードです。第二次大戦後、キリスト教関係の NGO 活動がスタートです。日本でフェアトレードタウンとして認証されたのは熊本、名古屋、浜松、札幌、稲部市です。子どもたちには国際フェアトレード認証ラベル、製品、世界フェアトレード加盟団体マーク、各企業団体基準マークなどのフェアトレードマークを紹介したり、フェアトレードのマークだけでなく、現在はいろいろなマークがそれぞれの目的に応じて作られています。このようなラベルを調べると、商品の実態がわかります。日本国内で使われているもの、国際レベルで使われているもの、様々です。子どもたちにラベルやマークを通して実態や真実を知る喜びも味わってもらいます。これらの問題を具体的な資料で自分の暮らしと結びつけて自分ができることをキーワードに考えています。1枚目はローマ法王が奴隷労働といったバングラディッシュの首都ダッカで起こった縫製工場ラナプラザビルの崩壊で1134人が亡くなった事故です。世界中から注文が集まり逃げられなかった女性たち、裏に安い賃金があります。このビル崩壊を風化させないようにと2年後にドイツのベルリンで実施した社会実験です。2ユーロの T シャツを買いますかに引かれてボタンを押すと工場で時給15円で1日16時間働いている女性たちが映し出されます。ほとんどの人は2ユーロを寄付するそうです。真実を知ると行動は変わっていきます。次は安い賃金でたくさん作られた洋服が実は年間 85% 焼却埋め立て処分されていると現状です。ファッション産業は世界第二の環境汚染です。また飢餓で飢えた子どもたちがいる一方で食べられるのに廃棄される食料。世界の飢餓人口は約8億2100万人。世界の9人に1人は飢餓で健康不良、発育障害、死に直面しています。その一方で年間600万トンといわれる食品ロスの問題や世界人口の8人に1人が肥満という問題があります。最後にペットボトルのマイクロプラスチック問題です。海の汚染、海の生き物に影響を与えます。これらの世界で日本で行っている現状に向き合っていくために材料を提供し、子どもの柔軟な思考や発想で解決していく糸口を見つけ出していくことを期待しています。そして地球の現状を知って人や社会への配慮、環境への配慮、地域への配慮を具体的に考えていく人間が本来持っている良心を持って消費を考えていくエシカル消費を身につけてほしいと思います。一人一人が私たちは何ができるのだろうか、
子供だけでなく私たち大人も目を背けずに一緒に真剣に考えていこうと話し合っている。私たち NPO 消費者市民ネット21は今回のコミットフェスティバルではエシカル消費、フェアトレードの啓発活動を兼ねてブースでいろいろな商品を売っています。買い物で未来を変えることができます。どうぞ皆さんいらしてください。以上で NPO 消費者市民ネット活動の報告を終わります。